これあると思いますので聞いてもらえればと思います。アフィルの実践ですね、タブーは何でしょうか。あとアドセンスの場合アフィルの実践、あとうまくアフィルの実践がうまくいく方法何でしょうか、ということで聞かれてるんですけども、まあアドセンス、アフィリをまあアドセンスと考えれば、アドセンスはですね、やはりまあ大量にアクセスを集める必要があるというところで、SEO のですね、もう基本的なところをきちんと抑える必要があるというところになります。やはりですね、SEO の基本をしっかり抑えてアドセンスでですね、どんどん練習していくというのがサイトアフィリエイトに移る前にいいのかなというふうに個人的には、思ったりします。で、うまくいく方法ですね、アフィリの実践、まあ、これはですね、もちろんキーワード、タイトル、見出しに入れていくっていうのはもちろんなんですけども、やっぱりですね、誘導文ですね、その部分をですね、しっかり書けるようになると